皆さんこんにちは。ハローエブリワン。北海道大学を紹介します。日本で最も危険な大学です。とにかく広い。広すぎる。広すぎじゃね？あまりにも広いので、よく人が道に迷います。迷子だらけです。私の友人は3日間道に迷い、ようやく救出されました。彼は救出された時、北海道大学への恐怖をこのように語っていました。素人は足を踏み入れるべきじゃないって。あなたが足を踏み入れる時は本当に気をつけてください。特に冬は。あ、ボスですね。この大学のボスがいます。彼はクラークです。この大学にはね、至る所に石があるんですよ。なんででしょうかね。大志を抱いて、Be ambitious。 なんか名言チックなものがね、至る所に置いてあります。この日はまあまあ寒かったです。氷点下6度、マイナス6度って感じでしょうか。北海道人はマイナス4度ぐらいまでならあったかいです。マイナス5度を下回ると寒くねってなります。とても平和に見えますね、表面的には。しかし侮ってはいけません。北海道の冬はあっという間に地獄に様変わりします。素人はこのように雪の上で走ってはいけません。彼は忍者です。だから彼は走れるんです。素人が北海道の雪で走るとすぐに滑って転びます。つまり死に至ります。だから走っちゃダメです。 You can't run, OK? なんか書いてあります。ああ、川ですね。これはね、いい川です。夏にはよく学生がここで泳いでいます。気持ちよさそうに。20年ほど前までは冬でもよく学生が泳いでいました。今はそんな奴らもいなくなりました。みんな草食系男子だね。とても気持ちよさそうな川です。私も若い頃はよくここで泳いでました。これはカフェです。意識の高い学生がよくここでお茶を飲んでます。ソフトクリームが売ってますね。北海道の人間は寒い時にソフトクリームを食べるのが大好きです。素人は真似しないでください。死んじゃいます。いやー、平和ですね。これ見てください。これ雪だるまです。日本語で雪だるま。雪だるまって言います。日本の雪だるまは世界で最
最も精密に作られています。品質が高い。北海道の人間は子供の頃からよく雪だるまを作ります。大人になるにつれて物理学などを学び、よりクオリティの高い雪だるまを作ります。ああ、また石が、ちょっとナレーションが追いついていません。ちょっと雪が降ってます。 It's snowy。 ちなみに字幕は全部 Google 翻訳です。I can't understand English. Okay? Oh, it's White House. White House が見えてきました。とても白いですね。Very White House. Very, very white. Truly White House.アメリカのホワイトハウスよりこっちの方がいいね。皆さんはどっちのホワイトハウスの方が好きですか？いいね。いいホワイトハウスです。私はこっちの方が好きですね。なんか書いてます。古川講堂。古川メモリアルホール。トゥルリーホワイトハウス。あ、工事中ですね。これ噂によるとですね、なんか野球場作ってるらしいです。北海道にあるプロ野球チームが使うそうです。大谷がいたとこです。大谷さんがいたとこね。また石がありますね。北海道の人間は本当に石が好き。とりあえず石置いときゃいいみたいな感じになってます。このちっちゃいな校長先生が住んでるらしいです。ちょっと道に迷ってしまいました。やべえ。デンジャラス。やばくね？やばいでしょ。周りにも道に迷った人がちらほら見えますね。またこの大学のボスがいました。クラーク博士です。とても有名なフェイマスマン。This is famous man。とても陽気なおじさんだったと聞いています。飲み会ではめっちゃ盛り上がってたらしいです。なんか書いてます。Boys be ambitious. He said, boys be ambitious.彼が残した名言です。私にはもう夢も希望も野望もありません。そんなものはもう捨てました。またこれ川ありますね。この川はよくもう凍ります。凍ったら学生がスケートで移動します。あ、また走ってる人がいるね。彼女は忍者です。女性の忍者はくの一って言います。覚えておいてください。これは雪だるまの墓場です。品質の悪い雪だるまはこうやってすぐに捨てられます。厳しい世界です。
この広場は3日に1回ぐらいのペースで雪合戦が始まります。北海道人は揉め事があれば大体雪合戦で解決します。運よく出口に着きました。この日数人がこの大学から出られずに旅立ってしまいました。